今日の試合のハイライトです。今日のホークス先発は前田純でした。その立ち上がりです。まずは先頭の増田をセンターフライに打ち取りました。続く大山はライトフライに、そして今日は DH3 番でスタメン出場、福田周平、最初の打席は空振り三振。前田純は三者凡退の立ち上がりになりました。一方の鈴木隼人の先発西山ですが、初回席がままなりません。そして三森がマイバッティング、ペットのタイムリーを続けて先制します。そしてツーアウト満塁という場面になりまして、バッターは広瀬、これが押し出しのフォアボール、さらに1点追加、3対0となりました。ちょっとコントロールがうまく制御できませんでしたね。はい、最初から頑張ってたんですけど、なんともならなかったですね。はい、さあ4回です。増田がサードの内野安打、これで前田純が初ヒットということになりました。そしてワンアウト1塁から福田が第2打席、センターへのフライです。まあ、この打席全球まっすぐだったんですけどね。はい、はい、まあ、これがスタンドインできないでね。はい、そしてその後ですね、佐藤浩太、西川の当たりをナイスプレーでした。0点に抑えました。さあそして4回です。岐阜相手は3番手大前、笹川センターへのツーベースヒット、ツーアウト3塁から佐藤浩太セカンドゴロ、これは大山ナイスプレー、0点に抑えます。そして6回です。4番手の村上がマウンドに上がりましたが、ノーアウト満塁、ここもフォアボールが絡みました。さすがは初球をライトへのタイムリーヒットでホークス1点追加。そして中田、押し出しのフォアボールでもう1点、さらに佐藤浩太、これも押し出しのフォアボールでさらにもう1点。ここでピッチャーが野村に交代します。吉田のショートゴロの間に三塁ランナーが帰ってきました。ワンアウト三塁二塁から井上、三塁線を破るタイムリーツーベースヒットでさらに2点。そして峰井がレフトへのタイムリーツーベースでもう1点、7点超えて10対0と大きくリードを広げます。さあ先発のホークス前田純、7回ノーアウト3塁2塁、中村のファーストゴロの間に福風ファイトが1点を返します。さらに伊保のサードゴロの間にも1点返しました。これで10対2となりました。8回です。7番手福風ファイトは奥田健介がマウンド、渡辺陸、ノーアウト満塁からセンターへの犠牲フライ、ワンアウト二塁一塁から代打重松、これはうまく打ちましたね。いや非常にね、1球で仕留めていいバッティングしましたね。はい、さらに1点追加して13対2 としました。最後ホークスは3番手の葛西がマウンドに上がりまして、サマーを見逃し三振に切って取り、ゲームセット13対2、ホークスが福の早手を下しています。そしてその後今日は本拠地キャスターウェスタンリーグ最終戦ということで、最終戦セレモニーが行われまして、松山監督がファンの皆さんに1年間本当にありがとうございました。吉江学院を、そして福田周平選手が今日が今年が最終戦ということでセレモニーも行われました。堀越さんがあのカバーを渡すと、周平選手の目からも熱いものがね、溢れてきましたね。どうですかね。いや、もうやっぱりあの、鬼のように厳しいコーチとオアシスのように。